はい、吉野家にまた行ってまいりました。麦とろ牛皿御膳を食べてきました。品数が多くてですね、ちょっと得した気分になれます。オクラ、そしてお味噌汁、牛皿、麦ご飯、そしてとろろ。とろろは味がついてます。お値段580円でございます。麦ご飯がですね、そんなに硬くなくてですね、ちょうどいい感じの食感です。とろろがですね、ちょっと味がついてましてね、お出汁で味ついてる感じですね。だから醤油とか入れなくていいんですけど、とろろではなくオクラにちょっと醤油をかけて、とろろと一緒に麦ご飯にのせていただきました。